2022年8月にロシア軍が攻撃を仕掛けてから半年の間、バフムートでは激しい攻防戦が展開されていて両軍ともに困難な状況下での戦闘が続いているよね。2023年1月にはロシア軍側として戦闘に参加しているロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が、バフムートの北にあるソレダルを制圧するなど、ロシア軍がやや優勢となり、バフムートのウクライナ軍を包囲しつつあるぜ。そうだね。さて今回はウクライナ東部バフムートの状況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。12月6日にウクライナ陸軍司令官のオレクサンドル・シルスキー上級大将が、バフムートの戦況について SNS のテレグラムに投稿し、同市が天然の要害として特徴的な地形の上にあり難攻不落の要塞となっていることを明らかにしたよ。その投稿によると、バフムート周辺には地理的な特徴として市街地の周辺が高台や丘に囲まれる形となっていて、町全体が罠のようなものであるとして、ウクライナ軍が地形をうまく利用して障害物を設置するなどしているためにロシア軍に多大な犠牲を強いているというんだ。その上でシルスキー司令官は我々はあらゆる選択肢を用いており、戦闘における技術的な能力のみならず自然の要害としての特性をも活用して、敵の最も優れた部隊を撃滅するための戦闘が続いているとして、ウクライナ軍がバフムート防衛を置いて検討していると述べたぜ。そして、ウクライナのゼレンスキー大統領もまた、2月3日にバフムートで降伏するウクライナ軍兵士は一人もおらず、我々は可能な限り戦うだろうと、バフムートの防衛戦が続く可能性があることを述べているな。また、バフムートにおける戦況について、大損害を受けながらもソレダルを制圧したとされているワグネルの創設者であるエフゲニー・プリゴジン氏が、2月5日に激戦が続くバフムートの戦況について、ウクライナ軍を退却させるまでには至っていないことをテレグラム上において認めているね。プリゴジン氏はバフムートにおける状況を明確にするとして、ウクライナ軍はバフムート市内のどこからも撤退はしていないと述べた上で、ウクライナ軍はバフムート周辺のいずれにおいても最後の最後まで戦い続けており、バフムート周辺の街路や住宅地において激しい戦闘が継続されているとした内容の投稿をテレグラムにアップし、その中ではさらにもちろん、ロシアのメディアがウクライナ軍の撤退を期待するのはありがたいことだが、バフムートの北部、南部、東部いずれの方面においてもウクライナ軍は撤退などしていないと述べて、バフムートの攻略が困難であることを強調したみたい。アメリカのシンクタンク戦争研究所が2月5日に発表した戦況レポートでは、ロシア軍部隊はバフムート及びブフレダルの周辺などでは攻勢を続けているものの、ドネツク市の西方面からの攻撃ペースは落ちていると見られるとして、その理由としてロシア軍においては正規軍部隊、予備役部隊、ワグネル戦闘部隊など、バフムートの制圧に向けてそれぞれにこれまで数万人規模の人員が投入されているが、ウクライナ軍の巧みな防衛戦術によって相当数の人的被害が出ているためであろうとしているよ。また、別のアメリカのシンクタンクディフェンスプライオリティーズのディレクターであるラジャン・メノン氏が5日、ニューズウィーク氏によるインタビューの中でロシア正規軍もワグネル戦闘部隊も、圧倒的な兵力差や榴弾砲や多連装ロケット砲などの砲撃力差を活かすことができず、バフムートの攻略に何ヶ月も時間を要していて、ここに来て北部に隣接している小さな町であるソレダルを攻略できたに過ぎないと指摘した上で、ここまでのロシア軍の戦果を見れば、世界第2位の軍事力を誇りアメリカと肩を並べる軍事超大国と呼ばれてきた国の成果とは言えず、特にワグネルにおいては大きな人的被害を出していると見られ、プリゴジンが恩赦を約束して戦いに駆り出した不運な元受刑者たちの犠牲が正規の戦闘員に比べて大きいと見られていると述べたな。そして、現在のロシア軍の動きを見れば、バフムートを東、北、南の3方向から包囲しているように見えるとして、ウクライナ軍がここまで踏ん張っているのは、この戦闘においてできるだけロシア軍の損害を拡大させて消耗させ無力化することにあり、多くのロシア軍精鋭部隊をバフムートに引きつけておき、大損害を与えてこの先使えない状態に陥れることにあるとして、
バフムートでウクライナ軍が抵抗を続けることで、ロシア軍兵士の血をより多く流させ、ウクライナ軍と国民の士気を高めることが重要だと、最近の西側諸国当局者などの見方とは違うウクライナ側の立場から語ったぜ。ウクライナのレズニコフ国防相は5日に記者会見を開き、バフムートをめぐる戦闘は依然として厳しい戦いであることを強調した上で、さらにロシア軍は昨年の夏以降はドンバス地方の制圧を試みているが、ここまでの攻撃において毎日平均で約500人の兵士を失っていると主張したんだ。昨末の段階から、動員令によって兵力を補充したロシア軍が大攻勢に出ると言われ続けていて、2023年1月からは東部ドンバスで攻勢に出ているロシア軍だけど、12月7日にイギリス国防省が分析を発表し、ドンバス地方においてもこれまでに大きな戦果を上げることができていない可能性が高いことを指摘しているよ。言ってしまえばロシアの攻撃は犠牲を推進しての攻撃だもんね。イギリス国防省はこの日の分析発表をツイッターで公開し、その中におけるウクライナ戦況に対する国防省情報アップデートによると、ロシアが2023年1月初頭からウクライナでの攻撃作戦を再開させている可能性が高いとし、彼らの作戦目標がドネツク州内全土の制圧にあり、ウクライナが統制している残りの地域の占領であることはほぼ確実だとしているよ。さらに続けてロシア軍は1週間にわずか数百メートルだけ進撃してわずかな領土を奪うのに止まったとし、この結果を招いているのは攻撃のために必要な兵器や装備、特に戦車や装甲車などの機構部隊を編成するために必要なものを最前線に送ることができないためであることは、ほぼ確実であるとの分析を公表したんだ。また、ロシア軍の上層部は現実から見て達成が不可能と思われる目標であっても、政治的かつ食糧的圧力をかけられることによって、明らかに人員が不足し補充兵には経験も装備足りない部隊であることが分かっていてもそれに目をつぶり、非現実的な目標を達成するよう現地部隊に要求し続けてきたとの見方を示したみたい。そしてさらに、プーチン大統領以下のロシアの指導者らは、今後も正規軍の状況に関係なく全面的に進撃することを要求し続けるものとみられるとした上で、ロシア軍が今後数週間以内に、この先の戦争の展開に極めて重大な影響を及ぼすほどの軍事力を得られるとの公算は非常に低いとしたよ。また、ウクライナ軍参謀本部は4日朝の戦況報告において、ロシア軍が昨年2月24日にウクライナへの侵略を開始して以来、ウクライナ国内における死傷者は13よろず590人に達し、2月3日の1日だけでも720人を失ったと推定されると発表したほか、ロシア軍がこれまでに喪失した戦闘車両は、戦車3218両、装甲車両6394両、トラックなどの車両や燃料輸送用タンクローリーなどが5081台、自走式及び牽引式榴弾砲2220機、多連装ロケット砲システム460機、地対空防空システム225機、航空機294機、ヘリ284機、ドローン1956機、ボート18隻などに上ったことを発表したね。ウクライナで死傷したロシア軍兵士については、アメリカのニューヨークタイムズ紙が20万人に近づいているとするアメリカ政府高官らの話として報じており、侵略開始からの11ヶ月で、20年間も続いたアフガニスタンでのアメリカ兵士の死傷者数の8倍であるとして、その要因がバフムートなどでの無謀な攻勢にあるとしているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。